はい、今日はですねこの PV ロープっていうのをね買ってみました。はい、今回ですねこの PV ロープっていうのを買ってみたんですけどね、まあこれも近くのホームセンターで買ったんですけど、まあ、ちょっとこれ、まあ、何にでも使えるかなと思って買ってみました。でポリエチレンとポリエステルのコンヨリロープって書いてあるんですかね、はい、で直径が 4mm で長さが 10m、 耐水性もあって耐光性もあって熱に強いで滑りにくいとも書いてありますね、はい、でこれいろんなねなんだ最近こうキャンプ用でもねロープ結構使えますのでね、まあ普通のお仕事でも使えますし何でも使えるっていうことでね買ってみましたけど、はい。はい、こんな形で、今ほぐしましたけど、これほぐし方失敗するとね絡むっていうね、このロープスタートがね重要ですよね。これですかね、これを持っていけば綺麗に保護で、逆方向もあるんですよねこれロープね。あ、こっちっぽかったな。こっちを引っ張っていくと絡まない、まあ、もうでも絡んじゃいましたけどね。そう、これねちょっとねほぐし方失敗すると絡むっていうね、うまくねあれ取り方が上手に取れればいいんですけどね。これ逆にこのうまい具合にこの反対側を捕まえられたので一番ケツね。そうするとこっちから引っ張っていくと絡まないでねほぐせるとかですけど。10m もあるのでねちょっとね使い方はちゃんとしておかないと。でこのまずはじめねこのよりをねちゃんとこう戻しておかないとまだ絡んでしまいますので、ね、で普通こういうふうに絡んでなくてもねじれていっちゃうんですよねこれね。だからねじれも取ってあげないとなんないっていうね。そう、こういうのがね絡みやすかったりとかするのでこうよりをちゃんと取ってあげないと。で型をねうまくつけて取ってあげてちゃんとしてあげないとロープとかねこういうものは一番最初ですよね。でこうやって引っ張っていくとこういうふうにこう絡んでいくっていう形パターンですね。これなんて1本だけなのにこんなに絡んでるんですよね。これよれてるからですよね。これよりをちゃんと戻さないでやると引っ張っていくとこういうふうに自然に絡んでいっちゃうっていうね。だから絡んでないよりがねよれてるだけで絡んでるようになっちゃうんですよね。10m ですのでね、ちょっとなんか肘でねうまく巻いていける。こういう風にねどんどんこうやってよれていっちゃいますよね。これがねこういう形でどんどん普通に巻いていくだけでこうねじれていっちゃうので、これをね伸ばしてまっすぐ伸ばしてあげるような形にしないと後でね立ちが悪いっていうか。こんだけこうこんな感じですかね。はい。で今こう肘に巻いて束ねたんですけどね、ちょっともうちょっとよりを取っていけばいいんでしょうけど、まあ、こんな形でねなりましたけど、はい、で最後ねちょっとこんな感じでねまとめておけばいいのかなと思いますけどね、はい、でこうすると 10m ね使いやすいのですぐにねでここにこう引っ掛けておいたりとかすることもできますので、こうやってねちょっと引っ掛けておけばこれも、ね、たるみも取れると思いますので、あと2つね同じようにちょっとすぐ使いやすいようにねしていきたいと思います。